かなか攻められる時間が長いかもしれませんが、ボール回されることにストレスを感じずに、回させてるんだぞくらいに思って、早い攻撃につなげることができればチャンスあるんじゃないかなと思います。今年も1年間、熱い戦いが始まります。皆さんと一緒に戦っていきたいと思ってますので、開幕戦から、熱い応援をよろしくお願いします。A gente sabe que vai ser um jogo muito difícil, mas a equipe está se dedicando nos treinamentos para a gente começar muito bem, poder estar vendo desde campo para poder estar buscando os três pontos. Pedir apoio do torcedor, agradecer a todos pelo ano passado, que todos se dedicaram, torceram pela gente. Espero que esse ano eles possam estar nos ajudando também a buscar nossos objetivos, que é permanecer em cima da tabela.そうですね、雰囲気はすごくいいですね。昨年に引き続き、チームとしての方向性もしっかりこう七海さんが示してくれますし、それに対して自分たちでやっていこうとい こう雰囲気もあるので、はい、すごくいいと思います。待ちに待った、J リーグ開幕します。今シーズンももちろんまず川崎戦ですけど、これからも、ジュビロ磐田一緒に戦って、今シーズンも、いいシーズンにしましょう。応援よろしくお願いします。いい準備できてる、できてると思うし、待ち遠しいです。取れたら取れたで、チームが勝利できれば何でもいいですけど、ゴール欲しいです。はい、ぜひスタジアムに足を運んでもらって、そこで2018をいいスタートできるように全員で頑張りましょう。応援よろしくお願いします。去年の勢いをやっぱそのまま持続させることと、やっぱり挑戦者というような、そういうようなアグレッシブさ、そういうところを楽しんでいただければなと思いますけど、やっぱ去年もアウェーでも全くそういう圧力なく、皆さんの応援で強い気持ちで戦えれたので、競技場に足を運んでいただいて、勝利を共にかみしめるという時間が増えればなと思います。100で言ったらよくて80ぐらいで、まだまだシーズンのね、開幕してから公式戦の中で徐々に作り上げていければいいかなと思います。開幕戦が川崎と知った時はね、驚いたと思うんですけど、34分の1をね、オープニングゲームでやっといてよかったねっていう感じにしたいなと思ってますし、ゴール前のスリリングな展開、それから90分のゲームの構築、いろんなものを楽しんでいただければいいですし、昨年と同様ね、常に前向きだなっていうところをね、見せたいと思います。